仙台トーンノーンショーベイ、おはようございます。毎週金曜日9時 FM 大白仙台トーンナンシャーベイの時間がやってまいりました。仙台で生まれ仙台で育まれた学び飽きない匠伝統文化交流を東南西北にトーン南シャーペイとこの番組は訪ねて歩きます。聞き手は鈴野屋亮介、番組プロデュースは円鉄の城でお送りいたします。はい、今日はですね、今日のゲストをご紹介したいと思います。本日は秋冬の生き字引と言われていらっしゃる伊藤翔平さんに、この秋冬の町が平家の落人の伝説があるということでお話をお聞きしに参りました。今日はよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。今まででですね、この番組は、田植え踊り、はい、それから愛宕神社の神楽、はい、それから滝原の剣舞、それから、民話ですか、この秋冬に語り継がれている民話、それから、秋冬文化財を保存していこうという、教育文化振興会、はい、の方、それから町おこしのために、秋冬総合司書の、月田さんからお話を伺ってまいりました。はい、それで今日はいよいよ平家の落人伝説というお話をお聞きしたいんですが、まずその前に伊藤翔平さんの、自己紹介というか、私の方から聞きますが、お年はおいくつなんでしょうか。はい、現在90になりました。92と言いますと90歳、はい、そうしますと卒寿。そうですね、はい、4月15日終わりましたからは。あ、そうでございますか、はい、どうも、それで、今のお仕事はどういうことをされているのかお聞きしたいんですが、先ほど名刺をいただいたんですが、秋冬町立秋冬小学校の校長先生でいらっしゃった、はい、それから秋冬町立秋冬幼稚園の園長先生であったということをお伺いいたしましたが、それでよろしいございますか。はい、そうですね、はい、ちょうど秋冬幼稚園が、私が校長時代にできたもんで、はい、初代園長になります。ああ、そうですか。はい、はあ、その頃の思い出はありますか。ちょうどですね、はい、私が辞める年が、はい、仙台市に秋冬町が合併した年なんですよ。あら、はい、はい、そのために仙台市の行政のもとに、秋冬も、従っていかなくてなんないと、はい、それで一番初めに、取り扱わなくてならないのは、はい、各町に自治会等がありましたが、はい、仙台市は町内会という名目で、はい、一本立てで進んでもらいたいというので新しい町内会を作ると、はい、それがためにはそれぞれ各集落に町内会を作ってもらうと、はい、町内会の会費はいくらぐらいにするか、はい、町内会の規約はどうなってるかと、はい、そういうことを、仙台の市街地の町内会と農産地の町内会の規約と会計と事業計画を調べてきて、秋冬に合うような町内会をそれぞれ手本として見せまして、秋冬にそれぞれ湯本と長袋地域と馬場地域と大技が3つあります、はい、そこに小学校がありますので、はい、
それぞれ、まあ、あの連合町内会を作りました。3つですね。はい、はい、でその連合町内会は湯本は湯本、馬場は馬場で、あっち向きこっち向きではうまくないのでその連合町内会長会に一つになって秋宇地区連合町内会長会を組織、屋上屋を築くようなもんですが、はい、そうすれば、はい、秋宇は湯本から野尻までそれぞれ意思統合ができて、はい、地域の振興発展を図られるんじゃないかということで、はい、町内会を作るのにもちょっと一工夫しました。あ、そうですか。それがこの名刺の上に書かれる仙台市太白区連合町内会会長、はいはい、協議会の会長さんをされて、はいはい、それから仙台市新しい森の都づくり太白協議会の会長もされていたということですね。はい、そうですね。やはり、何ですかね、もう生き字引っていうことですね。そうですね。はい、ちょうどまあ、そういうことで、秋保の代表、私一人よりも、連合町内会を、湯本小学校学区の連合町内会長、はい、秋保小学校学区の連合町内会長、馬場小学校学区の連合町内会長、はい、そうすると太白区連合町内会長会に、はい、秋保は一人だけでなくて3人の代表を出すことができるということで、はい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 、3人の連合町内会を作ったんです。それでですね、今お住まいはどちらなんですか？あ、私はずっと、はい、秋保町、はい、長袋、あざ町と、あの道路をまっすぐ、新名車からまっすぐが、あれが昔からあった、はい、集落です。江戸時代からあった。そうすると、野尻馬場、はい、そうです。野尻馬場、並木の中、滝原、はい、ずっと小集落が、いっぱいあります。なるほど。そのとこにみんな町内会を作らせました。そういうふうなことで先生、幼稚園の先生、小学校の校長先生をやられておられて、はい、今はその秋湯のその何ですか、落ち度伝説を聞くのだったら、伊藤さんに聞けということなんですが、今ですね、この秋湯の湯っていうのは、我々からすると秋穂と呼んでしまうんですが、はい、この秋穂となった由来っていうんですか、はい、この辺のところをお話しいただきたいんですか？そうですね、はい、2つの説があります。はい、多賀城の役所にいた藤原、はい、秋穂という人の名前を取って、はい、秋穂というように、したという説と、はい、それからアイヌの、まあ、昔は土地ですので、はい、アッポと滝を表すアイヌ語でアッポというんですが、はい、アッポそれがなまって開けるというようになりまして、はい、東洋漢字では秋穂なんですので、はい、関西の人が秋穂温泉と呼ばれるので言いますよね。いや実は秋湯温泉なんですと、そういうように言っております。あ、そうなんですか。はい、アイヌ説っていうのは万事伝説がありますね。そうです。あれがやはり、そうですね、違うんですか？あれは直接結びつきませんね。まあ、その辺の話はまた、はい、次回にさせていただいて。そうですね、はい、まあ、そういうことで、はい、私はまあ、40年間教職に就きまして、はいはい、大変、まあ、国の税金で、はい、育ったようなもんで、はい、恩返しをしなくてならないという意味から、はい、豊かな住みよい秋湯づくり協議会というのを作りまして、はいはい、まあ、仙台市に地域振興の、何かをするのならば団体があれば助成するよという呼びかけに応じまして、はい、その
団体を作りまして、はい、大きな仕事は祭りだ秋雨、これは秋雨小学校学区連合町内会の会長が責任を持ってやると、はい、それから雪んこ祭り、雪んこ祭り、はい、これは、はい、馬場小学校学区の連合町内会長が責任を持ってやると。それから2月にスポーツレクリエーション大会、はい、これは湯本連合町内会長が責任を持って実施すると、はい、そういうようにやはり大技長袋馬場湯本ですから、その町をそれぞれ当てたということでございます。そうですか、はい、今でもそれは続いて。そうです、はい、ご苦労様です。で、はい、もう少し村おこし事業を始めたいと思いまして、ちょうど秋雨郷土カルタを作ったらいいんじゃないだろうかと。秋雨、はあ、はい、これ45万高の助成金をもらいまして、はい、秋雨郷土カルタを作りました、はい、で毎年正月15日から20日までの間に、はい、湯本の市民センターが暖房が効きますので、はい、あそこで郷土かるたの争奪戦を毎年しております。でこれはもう私から秋雨総合秘書の、はい、町課の職員が全部準備万端、はい、全部してもらうと、はい、いうことで、はい、毎年盛大に行われております。でその郷土かるたを暗記することによって子どもたちはいつの間にか秋雨の歴史文化ね、あるいは美術工芸その他のことが覚えられると、ひいては愛嬌心を育てることに役に立つんじゃないかということで実施をさせております。例えばあは一番、そうですね、あいうえおのあですね、はい、いろはか、いろはから始まるんですかね、はいはい、48文字あるんですが、はい、秋雨温泉1500年の言われありと。これは秋雨温泉が、はい、1500年ほど前に、はい、29代欽明天皇が都で放送を患っていたところ、はい、あまたの薬師を呼んだけれども治らなかったと。それことを聞いて秋雨の温泉を都まで運んで弱みをさしたところ、立ちどころに治ったと、というような実績があって、はい、その後秋雨温湯、はい、秋雨の御湯、御湯と言われるようになって、はい、多くの観光客やら、まあ、心身の障害を持つ人が秋雨温泉の湯浴に来るようになったと、そういう歴史がありますので、はい、名取の御湯と言われているんです。名取郡だったですから昔、はい、いやもう昔からの お湯なんですね。そうですね。それでは高泉寺さんの由来を一つよろしくお願いします。はい、ここは小松阿弥陀如来ということで、はい、平の清盛の子供、はい、新森公を小松内府、はい、一説には小松殿、はい、と言っております、はい、新森公は平和祈願のため、はい、中国の金山寺に黄金を寄進しました。その金山寺が汽車と信仰に対し、はい、阿弥陀如来像および画像を新森公に送ったと。そうすますと、これを、この仏様は中国から来た仏様ということですね。そうです、阿弥陀如来、はい、あ、はい、画像と一緒に、それがここのお寺に祀ってあるということですか、はい、そうです、あ、はい、
はい、そして、はい、平安時代に栄華を誇った平氏一門は、はい、壇ノ浦の戦いに敗れ、はい、その後落ち人となり、はい、安住の地を求めて各地の山奥に逃げ延びたと、はい、重盛公の孫長本は、はい、祖父の生計の扱った阿弥陀の雷像と画像を守って、はい、重臣平の貞義公と四十十数名で山伏姿に身をやさして、はい、北陸から奥羽山脈を越え秋保郷にたどり着きました。長本の子元森は住居を長袋現在の高専寺に構え、元森の子年森公は小松寺を創建し阿弥陀如来を放棄しましたと。重盛公の小松内府にちなんで小松如来というと。で、老臣の平の貞義公は、はい、さらに画像を奉仕して、はい、宮城町大蔵に移り、なお貞義、帝義と書いて上下と改めた。上下というね。上下。現在の西方寺上下如来と称するのはこのためであります。はい、重盛公の子孫が秋保氏を称するようになったのは七代森貞の時で、十七代秋保勝盛の時に小松寺を現在の高専寺に改めましたと。はい、秋保氏は中世以来、はい、秋保の里に居館を持ちまして、江戸時代では仙台藩のご一家に列せられ、知行高戦国を領有し、あ、なるほど、知行高を伊達さんから戦国いただいたということですね。伊達政宗は秋保殿と言って、定石前に座らせておったようです。価格が上だ、ね、ということでございます。 ありがとうございます。それでですね、今までは7代目までは平成を名乗って、秋保というふうに名前を変えたのは何か理由？土地の名前に変えた方が鎌倉幕府から睨まれない、逃れる方法の一つです。鎌倉幕府、そうです、そうですよね、はい、壇ノ浦で、はい、攻めたのは鎌倉幕府ですからね、はい、そうです。それで落ち延びて、はい、頼朝の目の届かないこの山奥の秋保ならばいいんでないかと。でも平の姓をしておったんでは、なんだおかしい、まだ残党いるんだかということになるので、土地の名前を借りて秋保氏と名乗って、秋保何々。やはり鎌倉幕府はその当時落ち人狩りっていうのはやっぱり厳しかったんですかね。おそらくね、まあ、名前を変えるぐらいですから、そうなんでしょうね、はい、そうですね。それでですね、先ほどのお話からですね、一人で来たわけでなく、重臣が、10人ぐらい、おそらく四十十数名ですね。十数名、はい、その中には女性もいらっしゃったんですか？いないと思います。あ、そうなんですか。で、はい、その中の、まあ、家来っていうんですか、はい、その方がいわゆる定義さんの方へ。そうですね、貞義というのは帝宿の帝の能力の能、これを貞義と読ませて、はいはい、それが鎌倉幕府に、目がつくのでっていうようなことで上下、上下と改めたら、安定の定、それから正義の義。そうなんですか。名前の漢字まで、呼び方は貞義なんですが、漢字まで改めたっていうの。上下。はい、まあでも、ここ、秋保の方がそうなりますと、本家ですよね。あ、もちろん本家です。はい。はい、この本家と、重臣の貞義公の方の上下さんの方とは雲泥の差です。なぜですかね。なぜですかっていうのはね、はい、門前一がないんですよ。門前一、門前一、店屋がここの前に、ね、
向こうの町議さんはありますよね。お堂の前にダーッと店屋でしょ。旅館まであるんですよ。だからそこが違うんです。そして上下さんは三角油揚げで名を取っていますので、はい、土曜日曜はその三角油揚げを宴席に座って何十人と食べてるような、お砂お砂のやっぱ、本家のここは何も来ません。あのご言っちゃなんですが、人は食い物にやっぱり弱いんですかね。まあそういうふうないわゆる由緒のあるお寺、そうです、当時は小松寺、はい、それは平の清盛の子、はい、の重盛さんが、はい、いわゆる小松ナイフって言われる、はい、ああそうなんで由緒あるお寺なんですね。ここにお祭りされているのは小松阿弥陀如来様で、はい、高さが大体どのくらいございますんですかね。やっぱりこのぐらいの高さがありますね。そうですね、40センチ、50センチ。はい、それで別棟のお堂に飾られて、はい、お祭りされてるわけですね。これです。で、これはやはりこの厨子に入っている。はい、そうです。はい、で、木製なんですか。そうですね。なんていうんですかね、顔は今こう金箔で塗られて、まあ、鼻の辺が落ちておりますが、こちらがいい顔だな。そうですか。はい、肉系があってっていうふうなことですね。で、頭の髪の毛なんかは、はい、あれ昔のあのお寺のね、はい、お嬢さんのあれが似てますね。で、衣ですか、はい、はい。を着ていらっしゃって、右手を上げていらっしゃるんですね。はい、ね。はい。で、これ、仏が、一年のうちに、あれ、ありますよね。阿弥陀如来のあれ。皆さん、はい、安寧にと。右手を上げて、左手をこうしてらっしゃる姿っていうの、水を、かけてなんて。はぁ。わかりました。これがお祭りされてるということです。はい、お寺の境内の情景を説明いたします。そうですね、こんもりとした木々に囲まれた中に、これは本堂があります。光泉禅寺と、書かれております。木製で、立派なお寺でございます。その左側に、なんていうんですか、先ほど説明がありました阿弥陀如来様が飾を安置したあるっていうんですかね、お堂があります。まあ、その後ろに、お墓などがありますが、それをもうちょっと降りますと釈迦如来座像、の石の作りのものがあります。まあ、そういうことで、灯籠は立派な灯籠がありますし、松はすごいですね。それから大きな、これなすごい立派な木がありますが、これはいやもう何百年経っているやつですね。そういう木々は、これは何て言うんですか、2メートル3メートルぐらいありますですね。今石段を降りてますが、光泉寺のイチョウって書いてありますね。推定の樹齢が200年。はい。右左に、あります。まあ、石段はですね、本堂まで向かって、何段ぐらいありますか。緩やかな段であります。まあ、そういう風なお寺で、由緒あるお寺で、三門をくぐりますと右手に六地蔵が祀られております。はい。それから釣り鐘がありますね。まあ、そういうふうなお寺でございます。
由緒あるお寺だなという雰囲気はあります。はい、本堂に阿弥陀様が安置されているのではなく、左手に離れたお堂があります。そこに安置されているというのは何か理由があるのでしょうか。はい、そうですね、本堂の、隅の方に、安置されておったんですけれども、はい、歴史的に言われがありまして、はい、どうしてもやはり一つのお堂として特別にお祭りする価値がある、如来様だということで、檀家の定材を集めまして、本堂の左手にこういうように小松如来というので作って安置をして拝んでいるということです。はい、そうしますと、檀家の方がお参りするのは両方お参りするということですね。そうですね、小松寺と、それからそうですね、なるほど、わかりました、ありがとうございます。平家の落ち人と、ということで、昔は前は小松寺、今は高専寺、それにお祭りが鎌倉幕府に遠慮して名前を変えて、高専寺ですよね。高っていうのは向かう、線っていうのは泉、高専寺という名前を変えられて、中国の宋の金山寺から送られた、阿弥陀如来像です。で、平重盛は日本の大将だということで黄金大枚を宋の国に送ったもんですからびっくりして、向こうは中国は海運州戦国こうずっとあって、で現在中華民国というように、歴史あるんですけどね、漢字っていうのも漢の国から字を覚えて日本に持ってきたから、漢字と言ってますね。でも大枚を、奉納したっていうことはその頃の平の清盛の前世っていうのはすごい、そうですね、日本国中南から北までぎっしり、そうですよね、統治できるぐらいの力があったということですね。その力の家元はいわゆるこの東北の金山から取った黄金で、なるほど、砂金ですね。これ北の富山だか向こうのね、そういうことです。やっぱり物には権力には金が名前だけでは力及ばないんです。今まで、取材してきたいわゆる田植え踊りだとかっていうのはやはり他のところの踊りと違ってこう雅です ね、 そうですね、衣装が雅、すごくそういう意味ではね、やはり平の雅さっていうのが雅さっていうのがありますよね。でそれも馬場小学校区、秋小学校区、湯本小学校、三つの大技集落にそれぞれ単位踊りがあって少し違うんですよ、三つに、一緒に並べて踊らせると、いろいろとありがとうございました。もっとお話を聞きたいんですが、時間がやってまいりました。平家物語の冒頭に、全てのものは一定でないとするいわゆる諸行無常の思想があります。これから秋冬の町が盛大に起きることを願いましてこの番組を終わらせていただきます。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。